Welcome to Superstar Channel. そうですね。無事に、はい、生存確認もできたということで。じゃあ、雪山行くか。違うの？それじゃないの？それってことは、いや、それはね、それははっきり言うよ。D1 ドライバーでもね、フォーミュラ D のね、チャンピオンドライバーでも、あの状況だったらみんなね、リモーチしたらよけれねえさ。急激に左向いたってこと？急だよ、もう。ブッブッガシャンだからさ、もうそれこそ、1、2の3どころじゃない、その間すらもっと短かった。お疲れ。今日は何をしてるんですか？もうさ、新しい車の製作に一番大事なさ、ね、前の潰れちゃった箱もそうなんだけど、車軽くしたくてやってた車なんだけど、次のね、こっち同じは、あの1号の箱、7年ぐらい前から持ってたやつ、ひぞっこまたかよみたいなね、ひぞっこなんだけど、アンダーコート今履いてます。アンダーコート全部今剥ぎ終わって、この残ったアンダーコートのノリっつったらいいのかな、それをこれでガリガリ削って、で綺麗にして、でだいたいボディをまあ今回もほぼ同じような感じで作るんだけど、今度は前の車は中塗ってなかったのよ、急ごしらえだったから、まあいいや、どうせなんポンコツだからぐらいの気で箱は作ってたんだけど、今度は中も綺麗に塗るんだよちょっと気張ったちゃんとした車にしようかなと思って、まあ向こうでもやってたアンダーコートを剥いで、こういうブラシでノリをきれいに取って、でその後結構ガソリンできれいに拭いて、で中が塗装できる準備を最初にしようかなと思ってて、であとはまあ配線通すところを少しこう穴開けたりとか、まあ下ごしらえだよね、ボディのね、うん、それを今やってます。もう色は決まってるんですか？変わんないよ、あっちと同じ色だよ。あ、中も、うん、そう、中も同じ色で塗ろうかな。まあ分かんない、ちょっとそこはね、板金屋さんの気まぐれでね、なんかね、突拍子もね、色になるかもしれないからそこも逆に楽しみではあるかな。うん、まあまあ今向こうからこっちへ移植するために、向こうはバラして、でこっちに入れれるように、まあちょっとね、前の車の教訓を生かして、少しこっち側にちょっとだけ進化できるように今やろうとしてます。はい、緑の車は今どんな状態になってるんですか？うん、今ね、大体もうね、機関部品は全部外れちゃってるような状況かな。で今中の部品とエンジンミッションは下ろしちゃって、で外装の部品ももう取っちゃいました。でまだ足回りとかメンバーとかブレーキ周りはまだ車にくっついてるんだけど、こっちが色が塗り上がってきた段階で2台並べて上げて、こういう風にしないとこれ地べたに置いとけないからだからちょっとその辺はちょっと今こっちの潰れちゃった方の現状のまんまでいくと、まあ当分こんな感じのまんまかな。でこっちの車体が出来上がってきた時に、配線やら下回りについてる足回りとかメンバーを全部こういう風に差し替えるような格好で、うん、やろうと思ってます。なのでまあほぼほぼもうこっからはこっちの潰れちゃった車はほぼ進まないかな。うん、なぜこっち側がスタートしないことにはちょっと移植ができない感じです。今回その、うん、仕様変更とかってされるんですか？仕様変更はないね。うん、ない。こっちで使ってたものはこっち移植するし、はい、でこっち使ってて壊れちゃったものは同じものを新品でこっちへ入れようかなと思ってます。うん、あと仕様変更か、ちょっと考えてるのが、今までは後ろの三角のガラス、ここだけがポリカで作ってあったんだけど、フロントガラス以外はポリカかアクリルにしようかなと思ってる。うん、軽量化を、うん、軽量化、もうちょい軽くなるように。で後ろのセクションも今まではトランクフロア切ったりとかしてたんだけど、見れば分かるんだけど、これ後ろないのよね。これって車かよみたいな感じなんだけど、もともとね、後ろを追突されちゃって全損になっちゃった車なんですよ。でまあ前側は生きてるからもったいなくて取ってあったんですよね。で今回はこの車の後ろを修理して直すんだけど、そこでこっちの車をぶつけちゃった時に
この車に使ってたオーバーフェンダー作ってる広島の男前紹介さん、カープロデュース AKR さんの月山社長から直々に連絡来て、車どうするんですかみたいなまずは体大丈夫ですかみたいな格好で連絡もらって、そしたらちょうどその男前紹介さんで S15 の後ろ丸々この辺からバックパネルが FRP のやつをねどうも出したらしくて、使いませんなんていう話をねいただいたんですよ。でオーバーフェンダーもリアフェンダー一体型とフロントもフェンダー交換するタイプのものも新しく出たっていう話で、ちょっとそれをね協賛していただけることになって、ってなるとじゃあ今までの鉄板の上にオーバーフェンダー貼ってた車が丸々こうバサーンってかぶせるようになったりとか、フロントもフェンダーがアッセンブリ交換になるんで、また少しこう車が軽くなるのかなみたいな格好で、見た目はほぼほぼ一緒なんだけど、だいぶこういらない鉄板を切り落としたりとかっていうのがちょっと今度はできそうな感じなので、後ろも FRP になっちゃうんじゃないかっていうところが、ちょっと新しいアイテム投入っていうことで、なんかまたちょっとね少しこっちの車とこっちの車で少し仕様が変わる感じです、うん、いつ頃までに作るとかっていうのは、うん、一応ね3月ぐらいにはほぼほぼ形にはしたいなと思ってて、2月にはもう中と外装の部品が揃ったらボディの要は中塗るとか外側の方の着手はしたいなと思ってます。そうすればまあ箱が戻ってきてこっち側の部品とこう差し替えながらエンジンミッション積んで、で最後はちょっとセッティングも取らなきゃいけないっていうのもあるんで、ちょっとそれは TM ラボさんにやってもらったりみたいな感じでかな、うん、できれば3月には走らせたいです。ありがとうございました、はい、ということで途中経過かなまだ始まったばっかりよ、はい、なので仕事の合間を見てまあ夜鍋しながらコツコツやってますよみたいな感じです、うん、まあオーバーフェンダーとか外装のパーツが揃ったらまた取りに来て、うん、仮付けしてる状態でへえっていう感じが取れるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。はい。